お前、千尋じゃん。久しぶりだな。誰かにポイしたりしないの？気づいたんだよね。人の心を独り占めすることなんてできないってことに。私だってされたくないもん。僕たちはみんな人間っていう箱に入った宇宙人なんだって。やってきた星はバラバラなんだから、分かり合えないのは当然なんだよ。 今無理。水の底にいるから。じゃあ、まあしばらく沈んどけ。人の体は浮くようにできてっから。千尋さん。千尋さん。うっさいよ。世界のどこかにありますよ。同じ星の人。今のあなたがとっても好きよ。きっと彼女に会いたくなる。千尋さん。